八戸駐屯地の一八戸駐屯地は、青森県八戸市大麻市,市川町麻座、気境や艦地に所在し、第四地対艦ミサイル連隊等が駐屯する、陸上自衛隊の駐屯地である。駐屯地司令は、第四地対艦ミサイル連隊長が兼務、駐屯地北東に隣接して演習場がある。飛行隊、校舎特化などが配置され、青森駐屯地と並んで、 第9師団の中核をなす駐屯地である。海上自衛隊八戸航空基地と隣接しており、一体化しているように見えるが、第9飛行隊が使用する滑走路を含め、完全に別個に運用されている。ただし、ICAO 空港高度上では、八戸航空基地と同じ RJSH とされている。連合軍占領時代には、新中軍が駐留し、 キャンプホーガンの名称で呼ばれた。駐屯地内には、キャンプホーガン時代に建設された戦闘付き教会があり、現在は銃剣道の道場となっているほか、やはりアメリカ軍中流時に建設された商工クラブがあり、こちらは戦術行動と資料館となっている。防衛館の東側の敷地には退役したものを展示品とした74式戦車や61、 式戦車との車両と、火砲、ヘリコプターといった歴代の装備が屋外展示されている。26中規模以降、所在部隊の整理縮小が進められており、現在までに第5校舎特化軍と第4地対艦ミサイル連隊の一個中隊が廃止されている。日本陸軍アメリカ陸軍警察予備隊保安隊、陸上自衛隊、ありがとうございます。